売れる文章の磨き方。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回はブログ歴17年のプロが教える売れる文章術、ブログライティングの教科書について解説をしていきます。最近は副業でブログを始める人が増えています。なぜならブログを活用してお金を稼ぐことができるからです。お金を稼ぐことが目的のブログを収益ブログと呼びます。収益ブログは芸能人ブログのような日記ブログではないです。ではブログでお金を稼ぐためにはどのようなブログを作ればいいのか、答えは読者の悩みを解決する役立つブログです。ブログくらい自分にもできそうと感じる人は多いです。でもそう簡単にはいかないです。自分が書きたいことを書いてしまうと誰にも読んでもらえないです。誰にも読まれないブログだとお金を稼ぐことはできないです。では一体どうすれば読んでもらえる記事が書けるのか、この本ではブログ初心者でも実践できるブログの書き方が40個紹介されています。今回はその中から僕が厳選した7個を解説していきます。これからブログを始めたい人やブログをやっているけどうまくいかない人は絶対に見てください。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、ブログには2つの収益方法がある。まず1つ目が成果報酬型広告です。通称アフィリエイトと呼ばれます。ブログ内の広告を経由して商品が購入されると報酬が入る仕組みです。2つ目がクリック報酬型広告です。通称 Google AdSense と呼ばれます。ブログ内の広告がクリックされると1クリックごとに報酬が入る仕組みです。配信される広告は記事内容に合わせて Google が自動的に決定する特徴があります。アフィリエイトか Google AdSense かどちらを選択すべきかは収益ブログのテーマによって異なります。しかしブログの作り方が全く違うわけではないです。アフィリエイトで収益化するにせよ、アドセンスで収益化するにせよ、 SEO に強く読者に役立つブログを作ることに変わりはないからです。SEO はサーチエンジンオプティマイゼーションの略で、日本語では検索エンジン最適化の意味です。ブログや記事を検索エンジンに最適化して検索結果で上位表示を目指すことを SEO 対策と呼びます。2個目、ブログ記事で外せない3つのポイント、収益ブログの記事を書く上で絶対に押さえてほしい3つのポイントがあります。1つ目のポイントは読者の悩みを解決することです。収益ブログでは読者の悩みを解決することが重要です。自分が書きたいことを書くのではなく、読者の悩みを解決する記事を書くことを忘れないでください。芸能人のような日常生活を切り取ったブログでは誰にも読まれないです。それだと当然ながらお金を稼ぐこともできないです。2つ目のポイントは読者が読んで納得できることです。ブログ記事がいくら役に立つ内容だったとしても、それを読者が読んで納得できなければ意味がないです。例えばダイエットに悩んでいる読者に向けて、ダイエットには食事制限と運動が欠かせないと伝えても、おそらくほとんどの読者はそんなの知ってる、それができれば苦労なんかしないと心の中でツッコミを入れるはずです。そのようなブログ記事を書いたらダメです。読者は正論を知りたくて記事を読んでいるわけではないからです。現実的に自分の役に立つ即実践できる情報を求めています。3つ目のポイント、読者が最後まで読んでくれることです。最近の SEO では読者満足度が高い記事が評価されています。要するに読者が満足する記事が SEO で上位表示されやすいってことです。逆に読者がすぐに離脱する記事は読者満足度が低いと判断されます。そのため読者が飽きずに最後まで読める工夫を考えながら記事を書くことが大切です。3個目、ブログ記事執筆の全体像。ブログ記事の基本構成は10個あります。それぞれ解説をします。
1 SEO キーワードを決める。 SEO キーワードとは SEO 対策をする検索キーワードのことです。 2 競合調査を行う。同じような内容を発信するジャンルにどのような競合がいるのかを調べることです。 3 記事の構成を作る。記事の構成を考えます。 4 記事タイトルを決める。記事のタイトルはできるだけ読者の目を引くキャッチーな言葉を使いましょう。5、リード文を書く。記事冒頭の500文字以内の短いコンテンツのことをリード文と呼びます。最も読者から読まれるのがリード文のため記事の中で最も重要です。6、本文はプレップ法を使って書く。プレップ法とは結論、理由、具体例、結論の流れで書くライティングの方法です。7、まとめを書く。全体の内容を短い言葉でまとめてください。8、飽きずに読める装飾をする。ページ全体が単調だと最後まで読む前に飽きてしまいます。装飾をして変化をつけるようにしましょう。9、リンクを貼る。誘導したいページの URL を貼ってください。10、記事全体を遂行する。遂行とは文章を読み直して修正をして完成度を高めることです。この手順で記事を書けばブログ初心者でも分かりやすい記事が書けます。続いて4個目、ライバルに差をつけるライティングのコツ3つ。ここではライティングのコツを3つ紹介します。1つ目、読者が感動する記事を書く。記事の執筆では Google などの検索エンジンよりも読者ファーストで考えることが重要です。読者ファーストとは他の何よりも読者を最優先する考え方です。ブログで稼ぐには検索エンジンに評価される記事を書くことが重要です。検索エンジンに評価される記事とは読者満足度が高い記事です。要するにこの記事は本当に役に立った、感動したと読者に思ってもらえる記事が書ければ SEO で上位表示されてお金を稼ぐことができます。読者を感動させる記事を書くには記事の執筆時に読者の気持ちや感情を先読みすることが重要です。読者の感情を先読みするライティングのことをこの本では先読みライティングと呼んでいます。先読みライティングができるかどうかは記事のクオリティに大きく影響します。続いて2つ目、シンプルでストレートな文章にする。パッと見て理解しにくい記事は読者にとって優しくないです。無数の記事が存在しているインターネット上で理解しづらい記事をわざわざ読んでくれる読者はいないです。理解しやすい文章を書くコツは無駄な言葉や文章を思い切って削ることです。読者はなるべく短文で短い時間で自分の求める情報にたどり着きたいと考えています。無駄な文章かどうかを判断する方法は簡単です。他の人からなんでこの文章を書いたのと質問をされた時に書いた理由を説明できない文章は全て無駄な文章です。説明できない文章っていうのは感覚で書いています。収益ブログをもし作りたいなら自分の感覚で文章を書くのはやめてください。収益ブログの記事は特定の悩みを解決する目的のために書かれています。目的達成のために必要なら書くし必要なければ書かないです。一つ一つの言葉の必要性や意味を考えながら記事を書くように心がけてください。3つ目、 USP を意識して価値のある文章を作る。 USP とはユニークセリングプロポジションの略です。直訳をすると独自の売り提案、商品独自の強みのことです。他の商品に比べて格安で販売されている商品であれば USP は低価格になります。他の商品に含まれていない独自成分を配合したダイエットサプリであれば USP は独自成分です。商品やサービスの USP をきちんと理解した上で記事を書けているかどうかが記事のクオリティや読者満足度に大きく影響します。特に特定の商品やサービスを紹介する記事では USP を強く意識してください。よくある失敗は商品の特徴だけを紹介する記事です。その記事からは商品は売れないです。なぜなら商品の特徴は購買のきっかけになりにくいからです。
購買のきっかけになるのは他の商品とは違う強みです。ブログ記事で商品を売るには他の商品にはない独自の強みは〇〇です。だからあなたはこの商品を買うべきです。そういった書き方をすることが重要です。例えば iPhone を紹介するときに手のひらサイズのパソコンという紹介をしても売れることはないです。手のひらサイズのパソコンは iPhone ではなくてスマホの特徴になっています。 iPhone の USB を考えるなら iCloud が便利だからビジネスマンにおすすめなどの紹介をする必要があります。記事の執筆やマーケティングなど様々な場面で USB は登場します。収益ブログを作るのであれば USB のことを絶対に忘れないでください。5個目、記事が読みやすくなるテクニック10個。ここでは書いた記事が読みやすくなるテクニックを10個紹介します。テクニックの1、一文は40文字から60文字にする。文章を短く区切ることで意味を理解しやすくなったりリズムが良くなって読みやすくなります。ライティングでは40文字から60文字程度が一文の目安と言われます。文章が長くなる場合は一文を適切に分解してください。そしてライティングでは一文一義が原則です。一つの文章で伝えることは一つってことです。文章が長すぎる場合、一文に2つも3つも情報が詰め込まれていることがあります。一文の情報量が多くなりすぎると読者は意味を理解しにくくなるため注意してください。テクニックの2、150文字前後で開業して文章を区切る。一つの文章の塊は150文字前後です。これはウェブライティング特有の書き方です。小説のように永遠と文章が続くブログ記事を見ると読者は読む気をなくしてしまいます。ブログ記事は適切に開業しながら分割をしてください。テクニックの3、読者が読み飛ばしても理解できるように書く。本文を一言一句読む読者はいないです。ネットで記事を読むときを思い出してください。無意識のうちに記事を読み飛ばすはずです。自分の読みたいところや気になったところだけを読んで、それ以外は適当に読み飛ばしているはずです。読者も同じように記事を読んでいます。すべて読まれる前提で書かれた記事はほとんどが読んでもらえないです。書いた記事の大部分は読まれないと考えて読み飛ばされる前提で記事を書きましょう。そこで重要になるのが読み飛ばしても読者が理解できるように記事を書くことです。これを読み飛ばし対策と言います。読み飛ばし対策の基本は読者の手を止めるポイントを意識的に作ることです。箇条書き、吹き出し、画像、文字装飾、背景色を記事中で上手に使うことが読み飛ばし対策になります。装飾されたテキストやテキスト以外の要素は記事内で目立ちます。目立つポイントは読者も自然と読みます。そこに重要なポイントが書かれていればこの記事は自分にとって役立つ情報が書かれていると読者に感じてもらえるため、その他の箇所も読んでもらえる確率が上がります。このように読者に読ませるポイントを意図的に作りながら記事を書くことを心がけてください。テクニックの4、指示代名詞をなるべく使わない。指示代名詞とはこれ、それ、あれのような言葉のことです。指示代名詞は前の文章を読んでいないと理解できないです。文章の中のそれが指し示す内容は指示代名詞よりも前に書かれているからです。しかしほとんどの読者は文章を読み飛ばします。読み飛ばす読者は指示代名詞の内容を理解できないです。指示代名詞が何かを理解するには前の文章から読み直す必要がありますが、現実的にはそんな真面目な読者はほとんどいないと思ってください。よく学校のテストでそれが何を表しているか答えなさいという定番の問題がありました。指示代名詞が何か答えなさいという問題になるくらいなため、それが理解できない人は大勢いるってことです。つまりきちんと文章を読んでいても指示代名詞が何かを理解するのは難しいってことです。結果的に記事内容が分からずに何が言いたいのかよく分からない記事という良くない印象を与えてしまいます。だからこそ読者が読み飛ばしても理解できるように書くことを心がけてください。テクニックの5、主語と述語を近づける。自分の文章を読んでいてなぜか意味が理解しにくいと感じたら主語と述語を近づけられないか考えてみてください。
文章において誰がが主語、何をしたが述語になります。僕はダイエットで10キロ痩せた経験をもとに運営しているダイエットブログに集客するために SEO 対策の勉強をしている。この文章では僕はが主語で勉強をしているが述語です。この文章を読むとなんとなく意味が理解しにくいと感じるはずです。一文に複数の内容が含まれていて主語と述語の間にいろいろな言葉があるからです。このような文章は次のように文を分割して主語と述語を近づけることで理解しやすくなります。僕はブログに集客するために SEO 対策の勉強をしている。集客をするのはダイエットで10キロ痩せた経験をもとに作ったブログだ。理解しにくいと感じたら主語と述語の位置を確認してください。テクニックの6、文末表現の連続は2回までにする。同じ文末表現を連続して使うのはやめてください。〇〇です〇〇です〇〇ですのように文末表現が連続していると幼稚な印象を読者に与えてしまいます。読みやすい文章は気持ちいいリズムで読めますが、同じ文末表現が連続すると文章のリズムが悪くなってしまいます。同じ文末表現が3回以上連続する場合は別の言葉に言い換えてください。テクニックの7、断定表現を使う。ブログ初心者は記事内でと思います。らしい、だそうですのように曖昧な表現を使いがちです。曖昧な表現が多いと読者は不安になってしまいます。この記事を信じて大丈夫なのかと不安な気持ちにさせてしまうと読者満足度が低くなってしまいます。記事の執筆では曖昧な表現を使わずに断定表現を使ってください。慣れないうちは断定表現を使うのを怖いと感じるかもしれません。断定した情報が間違っていたらどうしようと不安になる気持ちはわかります。しかしそもそも間違った情報を書いているブログでは収益化できないです。自分の主張に自信を持てるようにしっかりと勉強やリサーチをしてください。読者に役立つブログを作るにはきちんとした知識を身につける必要があります。テクニックの8、なくても意味が通じる接続詞は削る。文章を書いていると接続詞が何度も登場します。でも接続詞の使いすぎには注意してください。接続詞を使いすぎると読者に幼稚な印象を与えてしまいます。基本的な考え方は接続詞がなくても意味が通じる場合は接続詞を削除します。なくても意味が通る接続詞として多いのはそしてだからのような順接の接続詞とまたおよびのような並列の接続詞です。逆に残すことが多いのはしかしでものような逆接の接続詞です。逆接の接続詞は前の文章を否定するときに使います。そのため接続詞がある方が意味を理解しやすくなります。注意してほしいのは全ての接続詞を削るべきと言っているわけではないです。読者が読んでいて内容が理解しやすくなる接続詞は残すべきです。接続詞を使うときは一つ一つ必要性を考えながら使ってください。テクニックの9、本題以外の話は短くまとめる。記事の執筆時に記事が長くて読者には読みにくいのではと不安になることはよくあります。そんな時は記事内のメリハリを意識してください。記事の本題は長く丁寧に書いて記事の本題以外の内容は短く簡潔に書きます。記事の執筆時に覚えておいてほしいことは全ての内容を丁寧に書くことが読者のためになるわけではないってことです。丁寧に説明しすぎた結果情報量が増えて読者が混乱してしまったり読みにくくなることもあります。読者にとって重要度や優先度が高い内容もあればそうではない内容もあります。全てを同じ文章量で書いてしまうと記事内の重要な箇所がぼやけてしまいます。読者にとって重要度が低い本題前の前置きや補足情報はなるべく簡潔に書くか削除してください。読者にとって役立つ情報を網羅するのと同じくらい情報を厳選して読者に伝えることも重要です。記事を書くときはこの内容は読者にとってどのくらい重要かを常に考えてください。重要なことは長く、重要でないことは短くです。本題以外の内容が長くなる場合詳細は別の記事に書いて内部リンクで飛ばすのが効果的です。
テクニックの10、アンサーファーストの記事を書く。アンサーファーストとは結論を最初に伝えることです。ブログ記事のようなウェブライティングでは結論を先に伝えることが何よりも重要です。アンサーファーストが重要な理由は隙間時間で記事を読む読者が多いからです。例えば通勤電車内、休憩中のトイレ、寝る前の布団の中などで記事が読まれることが多いです。読者は隙間時間でブログ記事を読んでいます。そんな時にじっくりと読まないと結論がわからない記事をあなただったら読みますか？余計な説明はいいから先に結論を教えてくれよときっと思うはずです。結論が後回しになっている記事は読者ファーストではないです。ライティングで多用される技法の一つであるプレップ法でも結論、理由、具体例、結論のように最初と最後に結論が登場します。ブログの記事はオチが最後に来る小説や映画とは違います。ウェブライティングでは結論を先に書いてください。6個目、文章力を鍛える方法。文章力を鍛えるには改善点を見つけて修正する必要があります。しかし自分の文章の改善点を見つけるのはとても難しいことです。そもそも簡単に見つかる改善点ならそんな文章は最初から書かないです。そこでおすすめする方法は自分以外の第三者に自分が書いた文章を読んでもらうことです。第三者に読んでもらえば一発で改善点が見つかります。自分では何度読んでも見つからなかった弱点や改善点が次々と見つかるはずです。記事を読んでもらう第三者は誰でも OK です。家族、友人、SNS で知り合ったブログ仲間などブログやライティングについて全く知識や経験がなくても問題はないです。なぜなら実際に記事を読むのはブログ運営やライティングをしたことがない読者だからです。第三者に読んでもらうメリットは参考になる意見を聞けることです。最速で文章力を鍛えたい人は第三者に読んでもらうことをお勧めします。7個目、弱者のブログ戦略。大きく分けると収益ブログは雑記ブログと特化ブログに分かれます。簡単に説明をするとジャンルを決めずに書きたいことを書くのが雑記ブログです。一方一つのジャンルだけに特化して書くのが特化ブログです。ブログの初心者が稼ぐには特化ブログをおすすめする人がたくさんいます。しかし特化ブログよりもおすすめのブログがあります。それは特化ブログをさらにニッチなテーマに絞った超特化ブログです。ダイエットのような大きなテーマでブログを作ってしまうとブログで書くべき記事の数が増えます。時間がない人にとって大きなテーマで特化ブログを作ることはあまり現実的ではないです。ここで超特化ブログが登場します。例えばダイエットよりもテーマを絞った糖質制限ダイエットに特化したブログを作ります。これが超特化ブログです。糖質制限ダイエットだけに特化してしまえばブログに必要な記事の数が激減します。置き換えダイエット、リンゴダイエット、レコーディングダイエットについて書く必要がないです。糖質ダイエットを超特化ブログの例として紹介しましたが、超特化ブログとして糖質制限ダイエットをおすすめしているわけではないため注意してください。解説は以上です。この動画を視聴している人の中にはどうしてこんなに頑張っているのに稼げないんだろう、自分と稼げている人では一体何が違うんだろうと悩んでいる人もいると思います。その悩みの答えはライティング力にあるかもしれないです。ライティング力はブログにとって必要不可欠です。どれだけ記事を書いたとしても読んでもらえる文章になっていなければ伝えたい思いは伝わらないからです。だからライティングのスキルを磨いてください。今までよりも読者に伝わる文章が書けるようになります。そして動画で解説したテクニックをやってみてください。壁を乗り越えるきっかけになります。今回の解説が参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。